北マケドニアの国章は、一帯の小麦の穂、タバコの葉、ケシのつぼみが、マケドニアの伝統的な刺繍の模様のリボンによって、結ばれたものが外周を構成している。その内側には、山、湖、日の出が描かれている。この紋章は、国の富と我らの戦い、我らの自由を象徴しているとされる。この紋章は、社会主義時代のユーゴスラビアの国章に習ったものであり。 それ自身ソビエト連邦の国章に習ったものであるため、マケドニアの伝統的な文章学に基づいたものではない。が1992年に国章の案として提出した、マケドニアのライオンの文章この国章は1946年7月27日、ユーゴスラブマケドニア人民共和国の人民会議にて採択され、 マケドニアのユーゴスラビアからの独立後もそのまま使われている。2009年には文章の頂点に描かれていた共産主義の象徴である五角の赤い星が取り除かれた。マケドニア共和国は国土の多くが産地であるが国章に描かれている山は特定の山を描いたものではない。マケドニア国内の政治的民族的対立のため 国章を改めようとする試みは成功を見ていない。1992年に新しい国章の案として赤い盾に黄金色のライオンを描いたものが作成された。これはマケドニアで伝統的に用いられてきた象徴であり、19世紀頃にはマケドニアのナショナルロマンティシズム主義者や内部、マケドニア革命組織などの革命家が使用してきたものである。 しかしながら、この案は次の理由で受け入れられることはなかった。これらの問題のために、マケドニアの政党は、新しい解決法が見つかるまでの間、既存の国章を引き続き使用することで合意した。ユーゴスラビア社会主義共和国連邦の時代から、使われているマケドニアの国章は、 しばらくの間パスポートに表示されない状態が続いたが2007年に更新されたパスポートにはこの国証が表示されている。国証に関する議論はその後も継続されている。ありがとうございます。